本音語るわよ。謹慎なんてやってらんないわよ。私悪いことしてなくない？まあこの枠ではまあ私が言えないこと、本音っていうところ、まあ語ろうかなと思ってるわ。っていうか、なんか、いや私いただけじゃない。まあ、酔っ払ってたし、まあ、酔っ払ってたら、まともな判断ってできないわけじゃない。なのに、なんか、ゼロワンとかマスヤンより、なんか私叩かれて、私閲覧あるし、まあ、目立っちゃうのは仕方がないけど、なんか、他の、なんかキャス主とかになんか便乗されても、なんかてか私超えてから言ってもらっていいみたいなちょっと米見えないからメガネしていいかしらなんか最近私なんかやらかすスパンが短い気がするのね。この前ちょっとうんこ映しちゃったじゃん。またなのよ。まあ、うんこはしょうがないけど、なんか今回私だって乗ってただけだよ。止めなかったとか言われるけど、うん、いやまあだからみたいな。なんかモンジョリの本音風に言ったけど、俺の意見でもあるよね。まあ何があったかっていうと、普段見てない人とかさ、わかんないと思うんだけど、あのまあキャス主がね、あのキャス主とフワッチ主がこうまあグループになって、まあお酒飲んでたんだけど酔っ払っちゃって道路に飛び出たりとか、まあ近隣にこう声を上げて迷惑をかけたりとかで、タクシー乗った時に酔っ払った勢いでタクシーの運転手さんの仕事を冒涜するようなことを生放送中に流しちゃったのよ。うん、でまた家の配信とかでもまあなんか下着が見えたりするね、モンジョリの下着が見えたりするハレンチな配信があったりだとか、まあまあお酒の影響もあって、まあまあお酒の影響かなり強いと思うんだけど、ちょっと際どい配信内容が多かったよということで、まあその後ね、まあツイキャス運営からまあバンされまして、3人ともツイキャスのアカウントが。でまあツイキャス運営がバンすると、まあリスナーもまたはその他の配信者もまあバンされるって良くないことだから、バンされるわけだから、まあ叩けるしいじれるじゃん。うん、まあバンされてお前悪いことしたな、普段見てなかった人たちとかもまあ一応そのネタにまあ食いついていく、いうわけなんですよ。でまあ最初は多分モンジョリも多分大したことはならないだろうと思ってたんだろうけど、まあ最初ツイッターでね、まあネタを含めてなんかすいませんでしたみたいなつぶやきしたんだけど、まあそのつぶやきもお前ネタ走っとるんかいみたいな、まあ全然反省しとらへんなみたいなところで、まあちょっともうちょっとこうあの火に油注ぐような感じになったんで、またそこから時間を置いて、まあちょっとなんかメモ帳かなんかに文章を書いてね、まあ自分の気持ち書いて、今後こうします、禁止しますみたいなのまあ書いてたんですけど、まあ内容を見ると、まあ夜は酒雑しない、まあお酒飲んで配信をしないとか、コラボする相手はなんかリスナーアンケートから取って、まあリスナーも同意した人にするとかまあ書いてあったりはしたんですけど、まあ、根本的なところはちょっとずれてるなっていう、別に誰とコラボしてもいいと思うんだよね。別に誰とコラボしてもいいんだけど、自分でちゃんとして、しっかりして、まあ配信つけてるぞっていう意識持ってやらないと、別に誰とコラボしてもやらかすし、もっと言うと誰とコラボしてもやらかさないことはやらかさないんですよ。うん、だけどそのコラボ相手の問題だと思って、なんかリスナーが許可する配信者としかコラボしないみたいな流れになると、リスナーのラジコンだし、別に自分がコラボしたいと思う配信者だったら、別に閲覧があろうがなかろうが、カスだろうがなんだろうが、したけりゃすればいいと思うんですよ。したけりゃすればいいんだけど、そこでなんか自分ちゃんと持って自分の配信も守るようにコラボしないと、こういうことなるんで、言えば多分同じ現場で酒を飲みすぎず配信してて、なんか言ってることがちょっとこれ燃えそうなことだなと思ったら、一言止めてるだけでも多分燃えなかったと思うんだよね。同じことしててもね、やめなよって、それで続けててもまだ言ったとしても、やめなよやめなよって言ってれば、あ、じゃあモンジョリ悪くなかったよねって話になるし、まあそこをなんかコラボ相手を変えればいい、リスナーが認めてるコラボ相手だったらいいっていうところはちょっとずれとるかなって僕は思います。別にそのフワッチの人だからダメだとか、フワッチの人だからとかいうのも一括りにするのも僕はどうかなと思います。別にフワッチの人でも頑張ってやってる人はやってるだろうし、コラボってすごい難しくて、てか安易にコラボするのももったいないかなと思う。やっぱコラボって一緒にいるだけで相手のリスナーも見に来るから閲覧は上がるんで、まあ手っ取り早く閲覧を上げるための放送としてはコラボ企画ってすごいやりやすいんだけど、その一緒にいただけではコラボの意味はなくて、一緒に何するかってところがコラボの一番重要なところなんだけど、なんなんキャスはそのコラボがこう
だんだんハードルが低くなってきて、まあ一緒にいるだけで、はい、コラボってなるから、安易にそういうところに走った結果気が緩んだんじゃないかなというふうには思いますけどね。いや、なんか面白いなと思うのが、普段こうやって俺配信しても俺配信業って言ってるけど、こじきだのなんだろうって言われるときあんの。そういうのは別に言えて、配信者の、まあ、タクシー運転手は本当に配信と関係ない人とか良くないんだよ。良くないことは前提に言わさせてもらうけど、ああいう時に、性能を振りかざすなら、いや、普段から別に配信者の仕事もじゃあ理解しようよ、みたいなところがあって、結局、誰もがしな、職業差別って絶対あるんですよ。誰もがあるじゃん。例えばじゃあみんな駅の前でさ、道路にへっついてるガム剥がす仕事をしてる人、じゃあすごい仕事だと思ってるかって思ってないじゃん。こじきみたいなやつだなって思うことあるやん。なんかそういうのになんかちょっと似ててさ、別に自分が理解しきらない仕事ってバカにすると思うし、逆に自分が理解してる仕事は褒めると思うんだよね。うん。まあだけどやっぱりまあ世間一般的に職業差別って良くないよね。社会問題にもなったりするから、まあ言っちゃあかんよねってところなんだけど、まあ多分それが多分酒が入って本音が漏れたんじゃないですか、男性の配信者。まあ俺はよく存じてないけど、もうそれに関してはまあ自分一人でもやっていけるわけだから、安易にコラボしないことだよね。多分タクシー運転手意外と気にしてないと思う。これ俺の空想だけど、想像だけど、多分普段もっと酔っ払い乗っけて背中蹴られたりとか、もっとひどいことも言われてるだろうし、ああいう酔っ払った客にごちゃごちゃ言われたぐらい多分タクシー運転手は気にしないと思う。いや別に何言われたって金払ってくれて乗ってくれてるわけだろって。うん、いいよ、俺の職業をバカにしてるけど、バカにしてるやつの車乗ってんのてめえだぞって多分思ってると思うんだよ。ははは、言いたいだけ言いなよみたいな。うん、別にこの車ただじゃねえからねっつって。でもね、荒れた理由って多分ね、放送内容じゃなくてね、ツイッターだと思うよ。ツイッターで広がって、なんか全然見てない奴らとか、普段別に何も意識してない奴らが反応して、わちゃわちゃ言ったところが起爆剤になってるから、別に多分、やった放送自体に、最初から拡散力があって、やべえことやったってわけではなくて、一部の人たちが切り取ってツイッター投げて、まあ、燃やしたってところがあるよね。うん。なんか俺結構動き見てたんだけど、最初別にいいねもリツイートもついてなかったんだよ。それをなんかいろんな配信者がポチポチするようになってから、取り上げるようになってからそこに野獣馬が集まるようにドカンと来たってのであって、初動は別にね、そんなに別にね、動いてなかったんだよな。って感じだけど、多分実はなの本音は、ね、だるいと思ってるよ。